はいどうもゆきです。ロックマンXでトランスミッション実況プレイ続きやっていきましょう。マジで難しいぜこのゲームで。今回なんですけど、今回はこのママの水道局、ここを助けに行きたいと思います。水道局って言えばあれだよね、氷川さんのイメージあるけど、今回はどうなんですかね。さて、そうしたら同じようにメトロ秋葉原駅、もうこの街の配置とか行くぜもあんだよね。完全に学校の中とかは行けないのか。まあいいや、水道局行きましょう。ロックマンXぜトランスミッション。プラグインとロックマンエクゼの間結構間隔ありますよね。ネット君の掛け声すげえマニアックなツッコミになっちゃうけど。さあ、ここが水道橋。あ、でも凍ってはないな。ここに来るのは2回目だな。前はワールド3の企みで水道を止められた時だったね。これエクゼ1ですね。あの時ワールド3は水道局の技術顧問氷川さんを脅迫して、氷川さんのナビアイスマンを使わせて水道水を止めたんだったな。なんだかその時に様子が似てるの？そうか、それより早く水道局のコンピューターの異常を探さないと晩ご飯抜きになっちゃうぜ。行こうロックマン。その時に似てるってことは、また氷川さん脅されてんの、もしかして。また氷川息子さらわれたの？アニメだとちょっといい感じのグラフィックになってたのに、ゲームだとモブキャラなんてやつ当たんなかったーい。あ、こいつのバトルチップは属性入ってるし、ちょっと何こいつ、何こいつ、キモ。知らんやつ出てきた。こっち側もしっかりとこういうのはね、回収してから行くわけですよ。あー、ダブルニードルのやつだ。はいはいはい、こんなんいたね。で、こいつはミニボンバー。割と耐久。うわ、ちょい。ちょっとね、あいつ倒したい。ちょっと待って、こっち来ない。よし。地味にあいつ体力あるな。地味に体力あるやつ。左側は何もない。じゃあ下行って、はい、ミステリーデータありがとうございます。 HP メモリー助かる。だんだんとロックマンが強化されてるから、本当戦いやすくなるんだろうね。多分さ、初期段階が一番戦いにくかったんだろうね。ファイヤーマンが一番苦労したもん、普通に戦うの。でもガッツマンもアホほど強かったな。ガッツマンもめっちゃ強かったっすね。ミニボムまだ使いたいからいいや。これでかいな。お前でかいな。お、オッケー、倒せた。そこそこ体力あったのかな、ミニボム2発ってことは。基本ミニボム1発で大体のザコを落とせる。あ、クオブレード。これエクゼ2のバトルチップですね。エレッキブレードとかアクアブレードとかで、プログラムアドバンスって、ドリームソード2だっけ、3だっけ、見てるみたいなのがあるっすよね。ミニボム終わったんで、チップ入れ替えで、フォレストボムよりはスモールボムの方が単純にメガバイト食わないから、容量食わないから助かるんだけど、どうなんだろう。ここでスモールボムでナイス。いや、この爆風が広がるのはシンプルに使える。凍ってる。アイスマン、またあいつやっただろ。届かなかった。なんかあったのかな。行ってみたかったけど、まあしゃあないか。行こう。アイスマンまた完全に、アイスマンいる。アイスマン何もかも凍りつかせてやるです。お前かよ、また。ダメだ、見失ったよ。そこにいるナビ、オフィシャルが来てくれたのか。あれ、氷川さん、ロックマン、ネット君か。どうしてここに？それよりどうなってるの？アイスマン一体？実は、今回の騒ぎはアイスマンの暴走が原因なんだ。アイスマンも？氷川さん、アイスマンにゼロウイルスのワクチン入れなかった？一応入れているが、それがどうしたのか？実はあのワクチン、ナビハッキングプログラムが埋め込まれていたんだ。なんだって？そうだったのか。ネット君、実は水道局のナビはほとんどアイスマンにやられてしまったんだ。アイスマン強えな。アイスマンは強力なナビだからね。でもロックマンなら勝てるかもしれない。こんなことを頼める義理はないと思うが。ネット君、アイスマンを止めてくれ。任せといてよ。な、ロックマン。アイスマンを止めよう。ありがとう、ネット君。では早速取り掛かってくれ。アイスマンはこの奥にいる。いや、ネット君いいや。ちょい、ダブルニードルのトリプルニードル版だーい。ちょっと待って、同じエリアで、これ、バブル V のやつか。強化版も出てくるっていうのはちょっと面白い。取りたく、なるほど。ちょっと、俺、最近ロックマンゼロでこういうステージやった。ロックマンゼロ2で。こうして、次の足場に行って、消える。ちょっと待って、しくった。違うんだよ、これさ。足元滑るんだよ、これ。ただの足場じゃねえんだ、これが。このね、氷の、上に乗ってる足場すら滑るの。めっちゃむずくないこれ。普通の足場にしてくれよ、せめて。ちょっと待って。普通にむずい。これふざけてるように見えるかもしれないですけど、バリアはこれボス戦で使おう。バリアはボス用にしときたいから、ここ2枚でいいや。ふざけてるように見えるかもしれないけど、マジで滑るの。滑ること計算しながらジャンプしなきゃいけないから、そこまで飛び込めないの。これ上行かなきゃいけないやつ。上のやつ。ちょっと待って、こう行くっしょ。こう行くっしょ。で、ここよ。いいよ。で、ここよ。ここよ。来た、オッケー。左のこれは取りたいな。なんだあ、ダブルニードルか。まあ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 、使ってない。飛ぶ方がいい。もういきなり出てくんだよ。あいつ先倒した方がいいね。やべ、間に合う。当たんないのこれ。マジか。フォレストボムでいくか、じゃあ。よし。オッケーオッケー。これで、届かないわけね。この位置からジャンプなら届くのか。で、上に行けよと。はい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 、オッケー。ひょん、ひょん、ひょん、これ、ひょん、ひょん。なるほど。上乗んなきゃ無理だわ、これ。ひょん、ひょん、ひょん。なるほど、今のはトラップってわけか。この位置に飛ばなきゃいけないんだね。ここまで来たら、そのすぐ近くに来なきゃいけないから、一旦街が入るわけだ。ひょん、はい、ひょん、ひょん、ここでちょっと、滑る。マジでむずい、このステージ。本当に滑らないようにしてほしい。ロックマンなんか野球のスパイクとか履いてほしい。オッケー、ここで、この、なんか下のとこ、なるほどね。下のところに乗んなきゃいけないのか。届かなくねって思ったけど、なるほど、もうワンステップは、ジャン乗る、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 ちょっと調整かける。はい、乗る、乗る、ここ飛ぶ、左、来た、けい！絶対これ戻ってきたくない。マジでアイスマン、瞬殺したい。回復アイテムもしかしてまだ水道局の電脳さんだったらよかった。ちょっと待って、その辺に探索したい。さすがにちょっとアイテム取りこぼしとかあると困るから、上のアイテム欲しかった。うわ、戻りてえけど戻りたくねえ、この葛藤。こいつの先になんか、痛い。あったりすんのかな。めっちゃ体力あるじゃん。P コード、ここから左、リンク先のエリアに保管してある。なるほど、これはなんか、いいアイテムでもあったりすんのか。ちょっとこれは欲しいし、気になるですね。ちょっと待って、ここの先のリンクの左側にあるって言ってたか？どこだ？あいつは怖いぞ、あいつは怖いぞ。当たってない。ちょっとね。よし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 。オッケー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 。回復アイテム欲しかった。バトルチップ入れ替えるか、一回。リカバリーはでもボス戦にとっときたい感があるから今使わないでおこう。って考えると今使えるのは、3ウェイでいいか。この辺の容量大きめのチップを使っちゃうのと、フレイムソードはアイスマン相手だったら微妙だろうから、ここも使っちゃおうか。これで、よーい。ちょっと待って待って。ちょっと待って待って。これで、おっとチップが使えるメモリがなくなって、できたな。いや大丈夫大丈夫。ここで中ボスは困るって今メモリねえっつったべ。ちょっと待って。でも大丈夫。滑るし攻撃手段でちょうどいいのがない。これダッシュアタックどうよ。分裂しよった。余計めんどくなりよった。ちょっと待って、ダッシュアタックさらに分裂しよった。ちょっと待って、これ無限ループ。いやでももう1回ぐらい攻撃して、あいつ、ちょっと待って、今ダッシュアタック入んなかった。なんで？これで倒せないの？じゃあ逆に聞くよ、君たち。どうしろというのだね、この私に。あいつ水属性だったらこれでマグネットボム効くんじゃないかな。しかもバリアも張ってきたから、これでなんとか属性で攻めていく。いいよ。こういうことだけども、切れたよ、チップが。やばいよ、ちょっとね。でも一応チップのゲージは溜めて、やばい。ちょっとバスターも使うか。で、バリアあるから、最悪ちょっと。としたことではやられやしないんで、こっちもこれでいいよ。ちょっとずつ削ってこう。一発した。もったいねえ。すげえもったいねえことした。でもこうして確実に削っていくわけですよ。こういうちっちゃいやつらも。で、ちょっとバスターとかも挟みつつ、こいつも、いいよいいよ。もう一発で弾けるでしょ。オッケーオッケーオッケー。弾いたから、あとはバトルチップ一旦取る。ヒートショットとかは取っとくか。スモールボム。意外とボム系が刺さるんだよね、こいつ多分。スモールボムも拾っておいて、まずヒートショット打っていく。もう一発ヒートショット打っておく。多分属性的にあんま効きづらいかな、これは。ちょっと待って、囲わないで、囲み取材はやめてください、お客様。これで、いいよ。いいよ。スモールボムの効果範囲はこれ、敵が多いところに投げ込んだらかなり使えるかもしれないな。多いところどこか。あ、でもここでも複数範囲当たるか。いいよ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 。で、普段はこのちっちゃいやつらを倒しつつ、スモールボムを投げていく。あー、爆風が残ってなかった。でもいい、あと5体、あと5体。相当削った、相当削った。これ相当のサンダードラゴン並みに削ったわ。これで、ここら辺もちっちゃいのもパシパシと、パシパシと。はい、これ、よし、よしよし、2体巻き込んだ。いいよ、これでかい、これでかい。で、チャージしておいて、あ、ワン、これ。あー、当たんなかった。片方は当たったからいいね。片方は当たったからね。オッケー。オッケー。強いというか、めんどくさい敵でした。何これ？え？あ、これ P コードか。あ、で、あの P コードの先がアイスマンってことかな？ここだよね。ここを開けると、はい、おっと、まだ敵がいる。ちょっと待って待って待って、すぐアイスマンかと思って俺戦う準備してきちゃったんだけど、困るな。いや、普通に困るな、困るな。ちょっと待って待って待って、あー、ちょっとダメージ食らっちったけど、行くか、行こう。さあ、アイスマン弱いといいな。マジこのステージもう一回やりたくないな。かわいいかよ。凍りつくです。何もかもです。いた、アイスマン。ロックマン、ダメージを与えてアイスマンを止めるんだ。氷川さん、いいね。ああ、そうしてくれ。よし、行くぞ。ロックマン、バトルオペレーション、セット、イン。行くか。とりあえず、おお、動き早い、こいつ。ちょっと待って、動き早い。え、動き早い。だったら、ここでドリームソード打っておいて、回復入れておく。で、これで、はい、ダメージ与えつつ、お、何それー、危ねえ。ちょっと待って、お前、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。オッケー、一番嬉しい、今一番嬉しい。あの地獄みたいなキューブ、もう一回やらなくていいってめっちゃ嬉しい。オッケー、よかったー。弱かったっていうか、あいつ。なんかめっちゃよかった。ん？アイスマン、何をしていたですか？正気に戻った？氷川さん、一時的にペットの操作、戻ってるはずだよ。今のうちにプラグアウトして、ペットの電源を切って。よし、アイスマン、プラグアウトだ。了解です。ペットの電源切ると中にいるナビってどうなるんだろうね。どう、氷川さん。今確認している。よし、コンピューターが正常に動き出したぞ。これで水道も元通り出るようになるぞ。ありがとう、ネットくん。へへ。とりあえず晩ご飯はなんとかなったぜ。ネットくん、食べることばっかりだね。育ち盛りだかんな。橋本かんな。よし、ロックマンプラグアウトだ。うん。疲れた。いやー、てか緊張した。もう一回あそこのステージやりたくないっていう思いで戦ったからめっちゃ緊張したんだけど。残機ゼロになるとね、ちょっと怖いからプラグアウト1回するようにしてるんで、謎のソース。何それ？ありがとう。助かったよ。何のソース？デスソース？ネット君、さっきは助かった。おかげで水道の復旧も完了したよ。しかし、ナビハッキングプログラムか。裏の人間の仕業だろうね。裏といえば、この間、裏インターネットの入り口に近いデータ墓場で、謎のソースファイルを見かけたよ。あれは一体何だったんだろう。それは持ってこいよ、くれよ。電脳世界、特にインターネットは様々なデータが隠されています。最近になって8文字からなる謎のコードが見つかったという報告がありましたが、ほう。このコードが何を意味しているのか、現在のところほとんど分かっていません。裏インターネットへのアクセス権とかそういう感じかな。まあいいや、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかった、二度とあのステージやんね。最後、メールちゃんですね。まあ、1の頃と同じくまた信号関係のトラブルっていうんで、カラードマンとか出てくるのかな、もう一回。まあ、楽しみにしておきたいと思います。じゃあよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。